メイチャンネル。ほいちゃんメイです。本日はですね、ありがたいことに今 TikTok でどうやらバズらせていただいてるようで、今回質問がめちゃめちゃいろいろ来てて、今回は TikTok で来てた気になる質問ということなんですけど、今から質問に答えていきたいと思います。まずもう一番多いのが5642通かな、もう来てたんですけど、多かった質問がフィリピンはどうなってるんですかって質問がめちゃめちゃ多かった。途中なんだよね、実は。コロナで今行けてなくて、タイに行くんですけど、タイの方が値段も安いし、いろんな種類選べるんですよ。女性の体になるってだけじゃなくて、いろんなね、選べるんですよ。いろんな種類があって、見た目とかもそうなんですけど、なんかまあ技法ですね、技法が選べるんですよ。それが結構やっぱタイはいいって聞くので、タイに行きたくて、今コロナで行けないですよね。なのでストップみたいな感じですね。とりあえずティンティンは実はあるんですよ。答えあります。そう、あるっていう。実はドラゴンボールのボールは2個ないんですけど、僕に持って帰ったのかな、本当に。だから2個ないんですけど、正直だから今弾はないんだけど、物はまだあります。これ今後ちょっとね、進化していく過程を楽しんでいただけたらなと思うんですけど、ってな感じです。で、次、銭湯はどっちに入りますかっていう、これめっちゃ多いんですよ。めちゃめちゃ聞かれるんですけど、そもそもね、銭湯に行かねえっていうね。銭湯行かないんだよね。温泉とかは友達とか好きな人とかと行ったことがあるんですけど、でもね、銭湯とか行きたいけど、どっち行っていいか分かんないし、まだ。あとプラス友達とか彼氏とかと温泉とか行った時とかは、旅館の部屋のお風呂、普通の家のお風呂みたいな感じのとこに入って、で、相手とか友達とかは旅館のお風呂行くみたいな感じでした。私結構そう、基本的に入らないっていう選択肢で、銭湯行きたいね。銭湯なんて行ったのいつぶりだ。男の子の時でしょ、小学生とかじゃないかな、小6とかかも。中学校から不登校だから、なので小学生とかかな。盛んな時期じゃん、思春期だから。男風呂ね、エロかったね、エロかったねっていう感じなんだけど、あの時エロかったね、男風呂。いいな。次、今お仕事は何しているんですかっていう質問なんですけど、今私焼肉屋さんで働いてます。個室の焼肉屋なんですけど、普通になんか十条みたいな感じで焼かせていただいてます。本場もお肉も焼かせていただいてます。お邪魔してます。っていう感じで働いています。あと YouTube をやっているので、YouTube と、あと結構ね、SNS とかで、まあ、働くというか、たまにお仕事みたいな感じです。テレビの話、僕来たりとか。私テレビね、東京来てから、ボンビーガールとかも出たことあるんだけどね、いろんなやっぱね、あれですよね。なんか、いろんな皆さんやっぱスタッフさんのね、ロケとかもあったりとか、ただね、撮影してパーッとあればいいんですけど、結構ね時間もかかるんですよ。そうなのです。結構いろんなことをやりながら活動しております。今 TikTok にハマってるよ、はにゃ。はい。で、次がね、男性との夜のほにゃらら時ってどうするんですかっていう、それは気になりますよね。私あんまなんか爆発踏んでなくて、こうあんま私経験なくて、実は一人の人とめちゃめちゃ長かったのであんま経験ないんですけど、その人とあんまね、そんなね、なんかあんまやってなかったんだよね、実は。だから私あんまわかんねえんだよな。マウスはよくやってたんだけど、マウスはよくやってたんだけど、あんまなんかそういうなんか下半身下半身みたいなあんまやってなかったね。そうなのですよ。でもね、超言ってやったことあるけど、超言って多分ね、愛がないとダメなんですよ、あれは。なんかね、わかんないけど、わかってるんだけどわかんないんだけど、なんかね、世界も視野も広げるということで、それだけはちょっとお伝えさせていただきたいです。とにかくね、広げないとダメっていうね、優しくその視野を広げてあげると、結構、ちゃんと、何の話だって、怒られるわ、あんまり。言いにくいな。結構ディープな質問ちゃんと答えてます。いろいろ来るんですけどね、可愛いの秘訣はっていう、なんかもう桜みたいなコメントありちゃいます、本当に。可愛いの秘訣って別になんか、私が可愛いからってわけじゃなくて、可愛くいようとするってその意思だと思うんですよ。みんなが気になってるのは。なんか多分聞いてくるのは。多分ね、やっぱそれは一番やっぱ大きいもの、やっぱり女の子になれなかったというか、最初から男の子だって生まれてたから、もう余計憧れるわけ。みんなが街歩いてて、スカート履いたら可愛いなとか、みんな女の子とかってさ、なんかちっちゃい子とかつけるじゃん、なんかヘアピンとか、ビッグなバーンってついたやつとか、なんかつけるじゃん、なんか女子なんかわけわかんないやつ、キラキラしたやつ。もうバカクソ可愛いなと思いながらずっと見てて。で、私妹とお姉ちゃんがいて、妹とかは、私があんま離れてないから、だんだん大きくなってきて、小学生とかになったら、お母さんと買いに行くわけ。そのちっちゃいゴムとか、なんかキラキラしたゴムとかを買いに行って、私もそれをいいなと思いながら一緒にショッピングモールについてってるから、その妹とか見て、私も可愛いなんかキラキラしたもの好きで欲しいなと思いながら、つける頭がもう坊主だし、みたいな感じで、そう、思いながら、やっぱりね、なんか、欲しいけど欲しいって言えなかったっていうのがやっぱ大きいんじゃないかなと思って、今は結構もう自立してね、大人なので、一人暮らしもして好きな風に生きさせてもらってるんで、あれなんですけど、なのでね、結構それがやっぱ大きいんじゃないかなと。で、可愛いの、その秘訣というか、やっぱりそのね、貪欲なのかも。なんか誰よりも、多分それは負けないと思います。誰よりも可愛いものに執着してるというか、やっぱね、めっちゃ憧れた。なんかウィンドウショッピングとかしてて、ショーウィンドウに赤いヒールがあって、もう超可愛くて、欲しいけど履きたいけど履けないみたいな。で、それでね、また鏡に映るじゃん。バーって自分が映ったら、もうめちゃめちゃスポーツ帰りなの。いつもスポーツ帰りなの。もう本当にね、憧れた、めちゃめちゃ。それがね、私の可愛い日記だと思います。今もやっぱりずっと可愛いは好きですね。てやんでい！男の子の時の写真を見たい。結構これも多かったです。男の子の時の写真がこちら。キャン！この時はね、ほんとね、この写真
真が確かね、あのゲイの合コン、中学生でゲイの合コン、とんでもないね、今思えば中学生でゲイの合コンに行ってる時はね、やばいよね、今思えば16とかかな、やばいよね。そう、見た目は男の子でいるしかなかったから、その時は男の子の見た目だし、なんか男の子好きだし、ゲイの合コン行ったらいいじゃんと思って行ったんだけど、それはまた違うんだよね、多分ね、違うかった、なんかやっぱ違うかった雰囲気が。男の子の時こんな感じで髪の毛伸ばしてます、ジャニーズみたいな感じで、今襟足ああいうある子いなかって、私だけだしね、一人だけ、なんか女性でもいけるし、なんかジャニーズとかそういうのでもいけるような襟足みたいな感じでギリ伸ばしていました。それでちょっと精神を保ちつつ生きてましたね。ツイッターに結構ね、いろいろ載せてるんで、よかったらツイッターを見てください。次がスタイルキープ。スタイルキープ、私ね、最近ね、あのね、腹壊したんですよ。お肉をちゃんと焼けてなかったのか、あんまなんかちゃんと焼いてなかったね、自分で。それで結構お腹下しちゃって、普通になんかね、食欲が減って、1日前2食ぐらいだったんだけど、今1日1食でなんかめっちゃ食うんですよ、私。超バカ食う、バリバリ大食いなんですけど、普通ラーメン屋さんとか行ったらラーメンとチャーハンと餃子を食べるタイプです。もうなんならおかわりレベルでめっちゃ食うタイプなんですけど、めっちゃ食うんですよ、私マジで。食うんですけど、最近は1食になっちゃって、ちょっと寂しいというか、なんかちょっとなんか、寂しいって感じですね。スタイルを保つ方法私よくわかんないんだけど、でもね、マジで、もう倖田來未さんも言ったんだけど、もう寝る前3時間は食べない。そう。食べたら3時間起きてるっていうのをしてると結構痩せますよ。だから私それが結構大きいかも。なんかすぐ太っちゃうの、なんか食べてすぐ寝るとマジで次の日お腹出てるし、体重も増えてるから、食べたらすぐ寝ないっていうの結構大事だと思います。だからあんま食っちゃにはしちゃいけないと思います。するとスタイルは良くなるかもしれません。次ということなんですけど、今欲しいものはありますか？今欲しいもの、いつかはなんかディオールとか、なんかプラダのカバンとかを買って、プラダセリーヌみたいな感じの、なんかインスタ女子みたいな憧れてたけど、正直そんないられんだよな。みんながやってるからいいなと思うけど、でも案外、なんか買おうかなと思ったら別にいらなくないって。いらなくないウォーウォーって感じで、なんかコスメとか普通好きだから。でも今欲しいものなんだろう。コスメとかだったら、コスメデコルテのアイシャドウとか、スックとか、セルボーグとか、なんかちょっと大人目系のコスメが気になってるんですよね。YouTube とかで受けいいのやっぱディオールとか、やっぱ女の子好きだからサンローランとかが私のなんか視聴者さん受けはいい気がします。私白好きなんだけどね、白あんまね、なんか再生回数いかないんだよね。白めっちゃおすすめです。今欲しいものね、今欲しいもの。なしなし早っなし。初期、包茎はシリコンですかっていうのよく来るんですけど、私胸ね、ちょっとね、最近初めましての方も多いんですけど、胸に関しては、ノンシリコンです、私実は。ノンシリコンで C カップ、今 C カップぐらいなんですけど、詳しくおっぱいが、自前で大きくなった方法は、他の YouTube で上げてるので、それちょっとよかったら見てください。トップに上がってると思うんです。そうなんですよ。私ね、よく聞かれるんですけど、めっちゃびっくりしたんですけど、私ね、おっぱい入れてないんですよ。次行きます。あったら写真一緒に撮っていただけたりしますかっていう。PA マークっていう質問が来てたんですけど、全然撮ります、道とか歩いてたら答え撮ります、撮りんとるレアな、ちょっとすっぴんの時とか、なんか ほぼ男だったらそれは申し訳ないんだけど、まあ恥ずかしいし申し訳ないんですけど、全然なんか普通にメイクとかしてたらなんか撮るよ、もうビートギャザービートギャザーみたいな感じでみんなで撮りましょう。はい、ということです。なぜ男性から女性になろうと思ったんですか、これも結構多いんですよ。なんかなんでなったのみたいな、どうしたどないなんだかみたいな。なんか今思い返せば、もう私マジ物心ついた時から男の子が好きなもの全般好きじゃないんですよ、全般で。女子とかとなんかキャッキャ絵描いたりとか漫画描いたりとか、やっぱね女子なんだろうね、感覚が。もう小5ぐらいかなまで人形ずっと持ってて、人形とお風呂入ったりとか、姉妹に挟まれてるんですよ私。だから結構ね、女の子のものは家にあるんですよ。女の子に男性がなった理由というかね、元が女の子だったんですよ、感覚が。いじめられたんですよね小1から。結構だからね、男の子人が好きとか女の子好きとかなくて、もうみんな人間が嫌いみたいな感じの感覚だったんですよ、ずっと。でもなんか中1ぐらいの時に男の先輩たちに呼ばれて、ヤンキーの先輩たちに呼ばれたの。怖すぎて、私もうボコられるか、カツアゲみたいな。超ビビりながら呼ばれていったら、上位の男とかってこんなん、これタバコ吸えよ。タバコ吸えよ。なんかイメージ、ヤンキー映画みたいな感じの、うわ、本物の我だみたいな感じで、私のイメージはしないとか思ってんだけど、持ってないんだけど、普通に学ラン来てなんか15人ぐらいのやつに呼ばれて、お前か、みたいな、最近入っちゃうのは、みたいな。お前がメイカーみたいなこと言われて、ヒエヒエみたいになってたら、お前、可愛い顔してんなって言われて、もちろんいいんけだから、すいませんみたいな感じで、なってたらなんか、よろしくなみたいなこと言われて、どっか私行ったんだけど、その時ちょっとなんか、男の人に可愛いって言われてドキッとした記憶はあります。それがでも初めてなんか、あ、男の人好きかもみたいな感じに思った記憶かな、私の中で。あと自分のこと、うちって言ってたわ。僕とか俺じゃなくて、うちって言ってたわ、めちゃめちゃ。今思えば。怖いにゃん。懐かしいね。男性から女性になると思った理由っていうかね、だから女の子だったんだよね。もう元から。そんな感じです。はい。好きな洋服のブランド教えてほしいっていう急なね、ポップな感じなんですけど、好きな、今ほんとね、他
他の YouTube でも上げてるんですけど、シェインっていう、本当はね、シーンっていうのらしいんですけど、海外の通販サイトはめちゃめちゃコスパ良くて、今日本撤退した、フォーエバー21みたいな感じの服のテイストなんで好きです。海外のグッドガール、イットガールと、K-POP アイドルの格好の服が好きです。日本のブランドだと、リトルサニーバイトっていうブランドが好きです。結構ね、可愛いんです。おすすめです。結構モデルの子とかも着てて、ビビの子とかも着てるような感じの、ちょっと韓国っぽい感じです、デザインは。めっちゃ可愛いの。いろんな質問系でね、結構ゆるい感じで。これも改めて言っとこう。恋愛対象って完全に男ですか？マジでめちゃめちゃね、男なんです。好きなタイプ、最近、女性ホルモン入れたりとか、ドラゴンボール2つを取ると、結構ね、結構ガラッと性格変わるんですよ。性欲も落ちるし、かなり変わるんですけど、私はね、醤油顔とソース顔で言ったら塩顔が好きで。そうなの。だからタイプは甘くて優しくて塩顔の人かな。優しそうな人が好きかな。もう、すべては統一するけど、そう。結構今ね、なんか TikTok とかでもめちゃめちゃ DM 来るんですよ。なんか結婚してくださいとか、そういうことを言ってくる人多いんですけど、一回一人も返してこないんで、そういうものでは一切私は返してないので、申し訳なく、アリースということでござんすと。私結構でもミーハーなの、ミーハー。めちゃめちゃミーハーだから、今はね、中村智也さんがいいね、今は萌えってやる。アットホームカフェ開こうかっていうぐらい萌えって感じ、マジで。そんな感じで。はい、今回はね、ほんとね、TikTok でもうめっちゃ来てた質問を答えさせてもらったんですけど、これちょっと謎が解けたんじゃないかなと思って、もうこれ今度はまたね、TikTokとかで、これだ。これなんかバズったんですけど、320万回再生されたりとか、バズりやすくて、そういうのも今度コツを教えさせてもらえたら思ってます。本日はメインの TikTok の質問返しでした。いつも皆さん見てくださっていただきます。インスタグラム、ツイッター、TikTok も応援お願いします。せーの。父は包丁ちゃうよ。覚えといて。ヤギラフィ。ヤギラフィ。今日もありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok もフォローよろしくね。じゃじゃじゃ。